この間さ、つかさと飯食ってて、締めラーメン食い行こうよみたいな、じゃあ道歩いてたら、お財布っていうかパスケース入れ落ちたって。俺が拾ったらパスケースでスイカとかあとジムの会員カードとか あと現金がちょっと入ってて、1万円入ってて、落とした人がさ交番行かないとさもう終わりじゃん。そうだね。だから俺連絡取れるものあったら取っちゃうの、電車の中とかで携帯落ちててもなんかかかってきたら俺出ちゃうし、でもなんか連絡取れるものなかったから結局交番に届けたんだけど、どうしますか、取得物の権利もらえたりするから現れないと、でも現れたらいらないですみたいな、お礼とかいらないです、でもし現れなかったらくださいっつって見つかったら連絡くださいとかもできたのよ、からあの見つかったら連絡くださいっつったら、したら次の日に見つかって、あのその人が交番に来たから、いろいろやってる時に司がすごいなんか至れり尽くせりやるねって言われて、でそれは別に俺の人柄がいいとかいう話じゃなくて、俺がガキの頃に携帯を落としたんだけど、もう電車の中に忘れちゃって、もうカナダの方まで行っちゃったんだけど届けてくれた人がいて、もうそれのありがとうの輪なのよ。あーはい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 、はい、あの時の恩を誰かに返してんの俺。でも俺はその時携帯が届かなかったら多分全部パクってる。あー復讐で、憎しみの輪の中に入ると、憎しみの円環の憎しみの断りに、はい、入ってたところをオレンジ色の au の携帯を届けてくれた人のおかげで、俺はありがとうの輪に入れた。あーそれすごくいい話だね。別に俺はそれ俺の人柄じゃない。でも俺からすると人柄だよそれは。だね。でもその理由はどうあれね。最近さ、こないださなんかリアリティ行く途中にさクレカ裸で落ちてて俺どんな状況、どんな状況だよ、どういう、どういう状況と思ってクレカ会社にも連絡して、そしてクレカ拾ったんすけどみたいな感じで、えらいね、 ありがとうございますってなって、その後収録あったから交番とか行けないんすけどみたいな話したら、あじゃあご自宅に封筒送るんでそれに入れて郵送してもらっていいですか。おお本当に封筒届いたからそれに入れて送ったの。したら返信が来て、でその拾ったカードがイオンのクレジットカードだった、でイオンから来てて、今回はあの当社のクレジットカードを拾ってくれてありがとうございましたっていう手紙で、あのささやかですが、あのお礼を、えみたいな、お礼みたい、いらないいらないみたいな誰かに褒められたかったわけじゃないっつって、もうただありがとうの輪にいるだけっつって、そんなお礼なんていらないいらないって思いながらもね、クレカ会社からのお礼みたいな、わーと思ったらあのイオンの系列店で使える1000円の商品券が入ってて、あまりにもそのなんかうわー使い物あるクレカだとかやつから、あ1000円となった時に、あ俺は卑しい人間だなって、そう俺は所詮卑しい人間だなっていうのと、ね、あのイオン系列店でしか使えないからなかなか使いどころがない。確かに未だに財布の中入ってる。でもなんかそれ見るたびに思い出そうかなって。あーいいね、いいことしたなみたいな。企業も偉いね、ちゃんとそうやってしてくれた人にね、お礼を渡すって。キロリロリロリン絶対届けなきゃダメよダネーもう出けちまえよっていうお笑い芸人の今度始まるよ。始まるね。確かに始まる始まる。でもそれを迷わずにちゃんとしっかり、まあ俺はその時は町天使しか出てこないのはでもなんか言ってるけど、あの時携帯届けてくれた人の場面、やっぱさ優しさは優しさを生むんだよ。そうだね、もっと悪いこと知ってたよそれだければ。優しい君でいてね。あはい多少ははいはい、別に俺は悪いこといっぱいしてるしそれ言わなくていいチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。